2015年より使用されている新校舎大学旧校舎アントンブルックナーシリーズ大学読アントンブルックナープライビットウナバーサタットはオーストリア・リンツ市にある総合芸術大学である。音楽、演劇、ダンスが専攻できるオーストリアの5大学のうちの1つである。2009年には世界各地より東大学にて約850名の学生が学んでいる。 国際的に認められた芸術家、学者、教師などを含め200人の教授と教員が指導する。また、学生と講師の約30%が外国人である。リンツが州都であるオーバーエスターライヒ州の文化的景観はヨーロッパ中の音楽教育の一例になっている。オーバーエスターライヒ州政府は芸術教育に特別な支援をしており、そのため、 同様の教育機関と比べて、ここでは授業料が極端に安いのである。大学名称は、オーストリアの作曲家、アントン・ブルックナーにちなんで名付けられた。アントン・ブルックナー私立大学が知られるようになってから、まだ日は浅いが、リンツでの音楽教育自体は200年以上の伝統を持っている。1799年に、マイケル・ハイドーン。 モーツァルトとベートーベンの親しい友人であった死の音楽監督フランツ・クサーバ・バグローグルがリンツで最初の音楽学校を創設する。そして1823年新たに創設されたリンツ音楽協会は歌謡学校を設立し、それがアントン・ブルックナー私立大学の前身となった。1863年にアントン・ブルックナーを音楽学校の校長にする。 要説得する試みは失敗に終わる。しかし、ブルックナーの電気作家でフランツ・リストの元秘書でもあったアウグスト・ゲレリッヒは1896年から1923年まで新たに強化された学校を担当していた。そして1923年に音楽学校をリンツ・ブルックナー音楽院に昇格させることによってブルックナーの名前がようやく確立される。 現在はアントン・ブルックナー私立大学と改名された。アマチュア音楽家の育成を改善して、リンツの音楽生活の質を向上させるという、前身の音楽院の本来の役割は、1950年にリンツ音楽学校に引き継がれる。その頃からリンツ・ブルックナー音楽院は、プロの音楽家を養成する場として、次第に確立する。1990年以降、 リンツブルックナー音楽院はリンツで最も活発な文化機関の一つに発展していく。2004年に私立大学として認可されて以来旧リンツブルックナー音楽院の教育領域を拡大し続けており現在ではクラシック音楽、ジャズ、演劇とコンテンポラリーダンスの3つのコースと22の学部がある。学生は他のヨーロッパの大学や芸術アカデミーと同等の 学士号、または修士号のために学習することができる。2004年に私立大学として認可されて、以来、アントン・ブルックナー私立大学は国際化、特にヨーロッパのエラスムスプログラムへの参加を非常に重要視してきた。また、新世代エラスムスプログラムを立ち上げる過程で、東大学は2014年にエラスムス検証を授与された。 ありがとうございます。